今回はですね、誰かと別れてものすごく悲しみを感じている方、失恋に打ちひしがれている方へお話をしたいと思います。別れの理由ってね、書いてますけども、皆さんがその誰かと別れた時、理由ってありますよね。皆さんの理由はどういう理由でしたでしょうか。誰かと別れた時っていうのはものすごい悲しみとかショックとか寂しさとかね、なんでこういうことになっちゃうのって、そのね、嘆くとかですね、もう負の感情でしかなくなっちゃうんですね。だからそこに、どうして自分はその人と別れたんだろうか、そこを冷静に客観視するっていうことがないんですよ。で、そこをですね、客観視して冷静にちゃんと振り返ればですね、ものすごく嘆いたり、ものすごくその別れにですね、執着して、いやーもう私はこんな一人ぼっちなんか耐えられないってね、別れたくなかった、もう一回より戻してよっていうね、もうものすごいですね、その負の感情にですね、こうまみれなくていいっていうことなんですね。で、その、別れにはいろいろですね、理由があるので、どうかですね、ご自身のその別れをですね、どれに当てはまるか、ちょっとですね、考えてみていただきたいんですね。でも、今から話すのが全てじゃないですからね、もっともっといろんなね、人と人との関係は、本当に複雑でですね、全てに当てはまるかもわかりませんけどもね、でも、まあ、どれかに当てはまっている場合もありますんで、まあ、ちょっとですね、聞いてみていただきたいんですね。で、まずね、一つ目なんですけども、まあ簡単に言うと遊ばれてるっていうことですね。まあ私も過去ありました。本当に遊ばれてました。その時ね、もう全く気づかずにですね、私がめちゃくちゃ本気でしたから、若い時ですよ。もう本当にですね、もう好きで好きでたまらない人がいたんですけどもね、いや、相手は完全なる遊びだったっていうのが後から分かって、ものすごくショックでね、まあ、私その時ね、長崎から東京に出て、東京で働いてたんですけどもね、池袋でね、もう池袋のこの裏路地のところでね、会社からこうね、終わってね、こう出てきて、歩きながら駅に向かってる時ももうね、悲しくてね、いや、仕事中も本当悲しくてトイレに駆け込んだりしてたんですよ。それでこう涙を拭いてまたね、こう事務所に戻ったりとかして、そして会社が終わったら今度駅に向かう道端で、いやもうね、涙が溢れて仕方なくて、もうしゃがみ込んでね、おえつまでなってました。そのぐらい私ね、猛烈な失恋してるんですよね。でもその相手って遊びだったんですよ、私のこと。私本当にね、両思いっていうのはね、亡くなった主人ぐらいしかいないんですよ、この人生でね。だからその普通の恋愛というかね、まあ恋愛とは言えないんです。私の方だけが好きだったっていうパターンばっかりだったんで、まあその時にですね、私が過去の動画で、その人の本心とか本性ってこういうとこでね、見えますよとかね。あとは、去った人のことを美化してるだけですよっていう動画も出してます。まあそういう経験からお話ししてるんですけどね。やっぱりね、それね、遊びでこう振られたわけなんですけど、でもですね、まだ私はね、その人のこと美化しててね。いや、そんなはずないとかね。だってあの時とかね、その思い出を美化してるわけなんですよ。だってあの時めちゃくちゃ優しかったし、あの人すごく笑顔を向けてくれたしね、優しいね、なんか言葉かけてくれてね、もう本当にね、デートしてても楽しかったのにって、そのいいとこばっかりを美化してるわけなんです。でも、かたやですね、そのもう一つの動画みたいに、あれって思うとこも確かにもう本当にあったってことなんですよ。そうやって美化してるところがある反面ですね。あれって、なんかこの人私のこと本当に好きなのかなって。いや、私はそんなことこの人に対してしてないのに、この人はそんなことできてるってことはなんか愛情ないのかな私にとかね。本当はそこにですね、気づきかけてるんですよ。いや、もしかしたら本当は気づいてたのかもしれないんですけど、でもそれを認めちゃうとですね、自分が傷つく。いやいや、そんなわけない。あの人もね、私のことを好きでいてくれるはず、みたいな。だってこうやって笑顔でね、デートしてるからって。笑顔でデートしてるから、いや、嫌いなわけないじゃないって。そう思っちゃってたわけなんです。擁護しちゃってたわけなんですね。でも結局遊びで、まあ本当にね、もうあっさりと振られちゃったっていうわけなんです。それが一つのね、別れの理由ですよね。で、次のね、理由がですね、どっちかが無理して付き合ってるっていうことなんですよ。まあなんとなく付き合い始めた、まあ何のね、こう、いきさつかわかりませんけど、まあなんとなく付き合い始めて、まあ一応彼氏と彼女みたいになって恋人っていう感じになったけど、いや、なんか最初からしっくりいってないんだよなって、そのどっちかがですね、どっちかがこう心の奥底で、
あ、なんか今こういう恋人同士ってなっちゃってるけど、なんか別になーってね思ってるけど、まあその流れで、まあ一応付き合わなきゃいけない感じになってるから付き合ってて、まあ無理して付き合ってるっていうことですよね。だから結局無理だから、無理をしてるってことは、まあ、それが続かないってことなんですよ。心から好きじゃないし、心から本当に幸せを感じてないから、結局ですね、歪みが出てきて、まあ別れが来るっていうことですね。まあ、それがね、あの一つの理由ですね。そしてもう一つの理由がですね、依存ですよね。まあ共依存っていうのがね、ありましてね。まあそれはね、どっちかがものすごくこう頼り切ってね、助けて助けてって私のことをね、もう常に見ててって。で、その人がね、やっぱりちょっとこうメンタル的に弱い人だったり、まあ体調的にね、弱い人だったり、まあいろんなちょっと弱さがある人がいて、その人をものすごくやっぱりこう優しすぎる人、思いやりすぎる人、ね、なんかこう助けてあげたくなるっていうそういう性格の人がね、やっぱりこうね、あの一生懸命何か尽くしてあげちゃって、そういう共依存になっちゃって、どうしてもちょっと離れられない状況がずっと続いてるっていうね。でも結局それがですね、さっき言ったどっちかが無理してるっていうのは、結局ね、共依存もそうですよね。やっぱりね、無理なんですよ。無理をして付き合ってるわけなんですね。だからそれも結局どっちかが、まあ、大抵がですね、その世話をしてる方がもう疲れ果ててね、別れを切り出すっていうことが多いんですけども、まあ私もそれ経験してるんですよね。私がそのね、別れを切り出すっていうね、方になったことがあるんですけどね。だからやっぱりですね、こう、無理をして付き合ってるっていうことね、本当にこう、すがすがしくない。本当にこうね、いい、距離感じゃない。どっちかがものすごくこうね、世話をし続けてね、もうすごくエネルギーを注ぎ込んじゃってるとかね、そういうですね、健全なね、関係性じゃないってことですよ。もうすがすがしくない、健全じゃない、無理して付き合ってる、どっちかがものすごく疲弊しまくってる、依存し合ってる、まあそういうのは必ず別れが来るっていうことですね。で、次にですね、これね、本当に私がですね、うちのね、両親を見ててすごく感じたことがあったんですね。これはですね、本当に会う人が他にいるっていうことなんです。まあ、うちの両親はですね、まあ、父の方がどっちかっていうと、ものすごくこうね、愛情をこう、母にこう向けてですね、本当に母のことが大好き大好きっていう感じだったらしいんですね、若い頃出会った頃に。それで、結婚したんですね。で、母も、まあ、これだけ愛してくれる人だからっていうことで、で、別にほら嫌いとかそういうことじゃなくてですよ。普通に、まあ、結婚したっていうことだったんですね。で、それが、私がこう、中2ぐらいの時に、まあ、父がね、それだけ母のことを大好きだった父が、愛人ができたっていうね、別の人ができたっていうことがあったんです。それで、私が中2で、弟がまだね、小学校っていうことでね、もう子供の私たちにとってものすごいショックな出来事でした。で、それから本当にですね、私の人生はもうどん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 ね、負の方に行っちゃったっていうね。まあそこからがスタートだったんですね、私の負の人生はですね。で、その中2からですね、ずっと大人になるまでね、本当にですね、もう父はもうずっとね、一途でした、その再婚相手に。もう子供のこととかもう、そんなこと全然見向きもしなくなってしまったんですね。だから、そのね、両親の離婚に対して私昔はですね、ただただ悲しいこと、ショックだったことっていう認識でしかいなかったんですけど、ある時期ね、私ね、こういうことに気づいたんですよ。あ、父は、母と離婚してよかったんだなって思ったんです。その子供の時とか、そのちょっと大人になってからまだ悲しかったり辛かったんだけど、あ、やっぱりね、それって人生の流れで、あの時別れるようにちゃんとなってて、そして別々の人と出会うようになってて、その母と父が次に出会った人が本当にですね、それぞれ父と母にぴったりの相手だったんですよ。私は子供としてもちろん両親がずっと一緒だったらね、もちろんそれが理想的ですけど、まあ、後々こう客観視するとですね、父がものすごく仕事人間で自分でこうね、会社をやってたんですね。だから仕事人間なんです。で、やっぱり自分の会社をね、ずっとこう継続していかなきゃいけないってものすごく大変な仕事をやってたんですけど、そこに手伝うっていうことがうちの母はできなかったんですよね。やっぱ仕事ができない。その事務仕事だったり、そのいろんなそのね、業種的な知識も全くないし、そういう勉強なんかもちんぷんかんぷんだっていう人なんです、うちの母はですね。それがですよ、父の再婚相手がものすごくできる人だったんですよ。もうですね、キャリアウーマンタイプです。
もうその父とその再婚相手には子供はできなかったんですね。だからずっとですね、もう二人三脚で永遠と何十年もその父の会社をその二人で経営して、ずっと仕事一筋の人生を送ってました。まあ父がちょっと去年亡くなったんでね、ましたっていうね、過去形ですけどもね。でもその再婚相手は未だにその父の会社をね、引き継いでやってますよ。まだ生きてますからね、再婚相手が。だからそれぐらいですね、一人でその経営ね、社長としてやってるぐらいのその奥さんなわけなんですよね、その再婚相手が。いや、それをね、私後々見た時に、まあ遠目でですよ、噂で聞いた時にね、ああ父にはこの人が本当にね会ってて、いや、うちのね母だったらその会社もねやっぱりうまくいかなかったかもしれないしとかね、まあちょっといざこざも起きたかもしれない、仕事に対する理解がねうちの母はなかったかもしれないから、だからその今のねその再婚相手でよかったのかもしれないと思ったわけなんですね。で、うちの母はというとですね、その母の再婚相手のね、あのすっごくねもういい人だったんですよ。その人が、あの父の再婚相手の女の人と全くね真逆の、ものすごく温かくてものすごく優しくて愛情深い人だったんですね。まあおじいちゃんってね後々言ってましたけど、そのおじいちゃんがですね、本当に私のね娘をもう我が孫みたいに本当に可愛がってくれました。だからうちのねあの娘はそのねあの義父をですね、おじいちゃんおじいちゃんってずっと言ってました。それでそのおじいちゃんが最後もうね病院で亡くなる時も一晩中娘は手を取って、そのね義父の手を取ってですね見送ってました。もうそれぐらいですね、もう娘はおじいちゃんってねもう大好きってなってたんですね。でも私の父は全く娘に連絡もよこしてくれない父でしたしね、私のことももちろんですよ、もう絶縁してましたからね私たちのこと。だから私はですね、あの実の父の愛情を受けられなくてずっとねその後過ごしてて、で私の娘は実のおじいちゃん、血のつながったおじいちゃんをまあ知らないですよね。だから私もあの娘も実のそのねあの父の存在、おじいちゃんの存在を全くっていう状況だったんだけど、その義父がその代わりをしてくれたわけなんですよ。もう私のことも我が娘、ね、娘のことを我が孫っていうことで、そういうね、愛情深いね、人と、母は出会ってくれたわけなんですよ。だからですね、その母と父が別れたって、その別れたっていう言葉だけ聞いたり、離婚って聞くとですね、ああ、もう辛いって、なんでこんなね、人生なんだろうとかね、思うかもしれませんけど、まあ誰かと別れれば、また次の人と出会うっていうね、まあその人生の流れがあって、いや、その先に本当にね、会う人、本当に自分たちが幸せになれるような、自分の人生にぴったりの相手がね、いるんだよって。だからここではね、この人とは一旦ここでお別れだよっていうことで、次の人のために別れるっていうことがあるんですよね。じゃあそういうとですね、じゃあなんでその前の人たちって何のためにね、出会って結婚したり、こう付き合ったりしてるのって言うかもしれませんけど、それはですね、やっぱり何回かこう恋愛したり結婚生活をするっていう、それはですね、人生のいろんな勉強のためですよね。あ、この人とこういうね、付き合い方をしてたけど、私はこういうことでちょっとね、いざこざが起きちゃったなとか、そのいろんな自分のこの言動とか相手の言動を、すべてをこう客観視したり、振り返ったり、あの時私はこうだったなって、後々でもいいんですよ。勉強になるとか気づくとか、そのために、その前の人とは、出会ったり付き合ってるわけなんですよ。結婚したりとかですね。それを次の出会いに生かすっていうことなんですよ。だからすべて生かしていくっていうことなんですよ。出来事も人との縁もですね。それなのに、こう、すぐ悲観的とか、投げやりとか、まあもちろん私も昔そうでしたって言いましたように、私もただ感情的になってただけの時期があるっていうことなんです。そういうふうに人生をこう捉えられなくて、ただ悲しい、辛い、孤独だ、ひどいってね、私はもう人生終わった、みたいな。ただ嘆いてるだけ、ワンワンもう泣きわめいてですね、どこにもそこにはですね、客観視とか冷静さとか、物事をちゃんと見るとかね、人となりをちゃんと見極めるとか、あとは自分のこともですね、自分ってこういうふうに考えてる人間だったんだなとか、人のことちゃんとね、見抜けない人間だったなとかね、そういうふうにちゃんとですね、落ち着いてですね、見ればいいだけなんですよ。一つ一つの縁の終わりをですね。まあ、今回ね、いくつかね、別れる理由っていうのをね、あげましたけども、別れるってことはそこに至るまでに、まあ、いろんなことがあって、理由があるから別れに至ってるわけっていうことなんですよ。だから別れそのものだけを見るんじゃなくて、どうして私たちは別れることになったんだろうか、
そこをですね、今回お話ししたいくつかの理由をちょっと当てはめてみたり、いや、私はもっと違う理由だったっていう方もいるかもしれません。もう全部お話ししてませんからね。だから、私たちの場合じゃあこういう理由だったのかもって、そこでですね、ちょっとね、今回の動画を参考にしていただいて、ちょっと考えていただければ、ああ、そうだったんだなって、じゃあね、ここでこの人との縁は終わったけど、じゃあまた次の縁に向けてね、まあ自分はじゃあこれからどう生きていったらいいかって、そこで冷静に客観視して、まあ自分の人生をいい方向に向けていく。まあそれでいいんです。一つ一つにものすごく感情的になったりとかですね、思い出にこう浸ったりとか、思い出をこう美化したりとか、別れたね、人のことを美化してずっとこう思い出すとかね、もうそれってですね、無意味なんですよね。だからその分、この自分の人生をいい方向によし、今日から変えていくぞって、前を向いてですね、明るい方を向いてですね、一人ぼっちとか孤独だとかじゃなくて、次のね、出会いにどうね、活かせるのかとかね、じゃあ次はどういう出会いがね、待ってるのかなとかですね。すべてね、こう、くよくよとか、悲観癖とかね、ああ、もう私はダメだとかって、こう、すべてこう、陰の方ですね。暗い方に行く癖っていうのがあるんですよね。まあ、私も本当そうでしたから、だから言えてるんですよ。でもですね、人生って別にその暗い方、辛いとか、そっちに行かなくていいんですよ。いや普通に、ああ、これってこういうことだったんだなって、そういうふうに考えるっていうことは別に何も悪いことじゃないし、いや人生って本当にこう、辛いとかね、あ、こういうことが起きたってこう思わなきゃいけないって誰もね、言ってないんですよ、もともと。でもなんかそういうふうになっちゃってて、みんながみんなですね、あ、こういうことが起きた、辛いわってね、私の人生はもうダメだ、私はもう振られちゃったとかね、あの人と別れちゃったって、こう嘆くっていう方向に行くっていうのがなんか当たり前になっちゃってませんか。私もそうだったんで。でもですね、そこを抜けてそういう考え方とか生き方をこう変えられた時にはですね、今の私みたいになった時には、あ、別にこの一つ一つの出会いでそこまでね、ものすごくこう、なんかこうエネルギーをそこに注ぎ込まなくても、あ、これってこういうことだったんだなって、あの人とのね、このね、数ヶ月とか1年、2年、あるいは5年とか、まあ、その期間のこの出来事、あの人との関わりはこういうことだったんだなって、納得して理解するっていうことなんですよ。それが客観視、冷静さ。その客観視とか冷静さってすっごく自分にとっていいことなんですよね。でもそれをしないで嘆いて泣いて泣いて辛いって言ってる、まあ、そういう人がもう大半ですっていうことなんですね。まあ、まずはね、恋愛の再生リストをもうすべて見ていただくぐらい見ていただいた後にですね、次に、まあ、人間的なこの考え方とか、まあ、いろんな物事の受け止め方とかを、もっともっと良くしていくっていうためにはですね、他の動画もですね、いろいろ見ていただきたいんですよ。やっぱりね、恋愛のことばっかり考えてそこで生きるんじゃなくてですね、自分の人間性全部をですね、良くしていくっていうことなんですね。考え方とか思考癖とかね、あと物事の受け止め方とか、もうすべて自分のこの今までちょっと良くなかった、すぐね、ネガティブになるとか、すぐ辛いって思っちゃうとか、すぐ泣いちゃうとか、もうそういうふうにね、その癖があるんですよ。生き方の癖とか、この悲観癖とかですね。それをこう一つ一つこう直していく。そういう動画をですね、本当にたくさん出してますんで、もう本当じっくりとですね、見てみてください。そしたらね、もう全然ですね、そんな絶望することもないんですよ。物事を本当にこうね、まあ、ちゃんとこう受け止めてですね、あ、これってこういうことなんだなって、ああ、そうだったのかってね、もう気づくっていうことがめちゃくちゃ楽になるっていうね、ことなんです。それをですね、私が本当にですね、お伝えしてますのでね、ぜひいろいろ見てみてください。それでどうしてもね、いや動画見たんですけど、いや私の場合はここはどうしたらいいんですかっていう場合はですね、個別の悩み相談やってますんで、まあ、じっくりと私に今までのこの経験とかね、辛かったこととか吐き出していただいて、じゃあ実際どこをどう変えていけばいいのか、っていうのを私からですね、客観的にアドバイスをさせていただいてますので、本当に人生がですね、楽になっていただけるように、してますのでね、ぜひそちらもですね、本当に人生変えたい方、もう楽に生きて幸せになりたい方は、ご依頼の方お待ちしてます。ではですね、今回もありがとうございました。